鎧橋は東京都中央区の日本橋側に架かる橋である。左岸は日本橋小網町、右岸上流側は日本橋かぶ町、道下流側は日本橋茅場町となり、東京証券取引所も近い。上空は首都高速の高架橋に覆われている。名所井戸百景のうち、鎧の渡し小網町歌川広重筆子の付近は、古くは茅野生い茂る沼地で、 江戸時代に徳川家康の江戸城築城計画に合わせて埋め立てられた。橋が架かる以前は、都線、鎧の私が両岸を結んでいた。鎧の名の由来には二通りの言い伝えがある。一つは、源の頼近が欧州討伐の際に、この場所で暴風雨に遭い、自分の鎧を海中へ投げ入れ竜神に祈りを捧げたところ風が収まったのが、始まりとする説。 もう一つは、平野正門が、兜と鎧を奉納したのが由来とする説である。鎧の私は50メートルほどの私で、賃料は一人一分、武士、僧侶、山武士、医者は無料だった。市中取締り類集に、海江三年江戸町奉行へ、賃料の値上げを訴えた記録があり、鎧の私の実態を知ることができる。これによると、極印のある私部には2層、過去は4人。 運賃の受け取り役である、私ゼニは二人。有料利用者数は1ヶ月3万7千人で、近くにある無料の江戸橋を利用する者も,も多かった、ことを考えると、1日1200人以上の有料利用者数はかなり多いと言えよう。しかし、人件費だけで歳出の85%に達しており、大幅な赤字だった。特に支出を圧迫している過去の給金を減らそうにも、 日本橋川筋は特に通船数が多く、人件費が加算でも腕の良い船頭を選ばざるを得ない事情があったようだ。初代の橋が架けられたのは1872年で、三井、小野、島田の3人の合商が費用を出し合って建設された。周辺は、江戸時代から米問屋や酒問屋が多く、1871年に第一国立銀行本店。 1878年には東京証券取引所の前身である東京株式取引所が開設されるなど商業の町として発展した。1888年4月7日にトラス橋に掛け替えられ路面電車が走るようになった。1915年に拡幅工事が行われたが、1946年には老朽化により元橋の都電の通行を終了。 1957年7月には、現在のギャルバー・ケータ橋に掛け替えられた。ありがとうございます。